通に、うん、話す感じでやっていきますんで、うん、いいよ。ここですね。ここが YNSA の C 点、手のひらと手首のあたりです、うん、でこの患者さん K さんは多分仕事柄こう手を打撲なのかちょっと原因はわからないんですけど、こう握れない、指が握れない、握るときちょっと痛くて握れない状態だったんですけど、ここに刺し、ここに3本ですね刺したら手がだいぶ動くようになったと。どんな感じですか今？うん、割といい。うん、さっき握れなかった。こんな感じだったけど、ちょっとうっかりだったけど、うんうん、ビシッと握れるから。そうですね、うん、全然調子がいい。たった3本の針をここに刺しただけで、うん、ここには何も治療はまだやってません。ですが、まあ即効性が認められます、うん、はい、そうですね。やっぱり刺した瞬間にそっちのとかそういう感覚はすっきり、今頃になってやっぱりそこに神経の伝達がいってるからちょっと蘇ってきてるのかも、うん、そうですね。やっぱ刺した瞬間にちょっと変化がありましたね、うん、さっきもあったの何3回、うん、あもうさ最初から、うん、そうそう この辺からもう来てました、うん、あったね。打った方は押してないけど、うん、YNSA の足の感覚点反応点を刺した時に足の感覚が一気に来たみたいですね。多分感覚としてはその違和感が強くなるっていう感じなんですね。普段通らないところに通ってる感じなんで、こちらですね、 K さんのアイソマトトープと D 点で、JK ソマトトープのところを刺激したらもうすぐ足がピクピクと反応し始めて、でやっぱり感覚が刺す前と違うみたいですね。いつもはその刀身をやってから足の方にも針の刺激を入れるんですけれども、今どんな感じですか？ちょっと分からんけどね、うん、先手足入れた感じはすあ思ってるね。さっきとやっぱりこう打つ前とはちょっと違う感じが、うん、それは言ってる、うん、さっきはここで受けた感じだったけど、はい、結構流れてる感じがある。ほう、こうホースで人間の血管をホースで例えるとちょっと結構強引な例えなんですけど、まあ分かりやすくするために説明すると、ここに普段来てないものが今急にブワーッと流れが来ているので、まあ感じる、最初に感じるのはやっぱり違和感だと思うんですね。それがちょっと時間を置いていくとまた変化があると思うんで、このままちょっと経過観察したいと思います。